今からね、顔を洗いたいと思います、うん、今はずっとこれお風呂でも使えるね、クレンジング。前まで無印使ってたんだけどなくなっちゃって、そうそう、急遽買ったのがこれでさ。声がガラガラだね。昨日騒ぎすぎたんじゃない？ああ友達とさ、マリカーしてギャーギャー騒いでたよね。あの、久しぶりにメガパッカーじゃん。あれ買って、友達と一緒にしてた。久々にね、幼稚園の頃の友達と。そう久々だったね。あ、前回勝てなかったのに、今回勝ててさ、すごい楽しかった、うん、ねえ、ギャー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 やってたね。うん、やばいよね。うん、けどあっちもいつもああいう感じだからね。そうなの、テンションがね、お互いね。あ、向こうも同じ年の姉妹で、こっちもね、そう、同じ年の姉妹で、お互いお友達同士で、久々に4人で、ね、だからお互い同い年同士みたいな、そう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 、感じ、うん、あ、そう、タオルで拭くんじゃなくて、なんか最近はティッシュで拭いてます、うん、なんか乾燥がね、こっちの方が防げるらしい、うん、で誰かから聞いたで、さっき持ってきたあの導入化粧液とこのクリアケアの化粧水、これクリスマスにもらったやつですね。もう半分削っちゃったの、こっち。早い、やばいよね、うん。その通り買ってきます。はい、洗顔し終わりました。次はね、ご飯食べたいと思います。はい、朝ごはんです。今日はね、パンとサラダとヨーグルトと、あとこれ最近飲んでるね、あのコストコで買ってきたミチョってやつなんだけど、めっちゃ美味しい。あ、いちご味です。食べまーす。はい。美味しいです。これな、ただのフランスパンじゃなくて、なんか中にクリームが入っててね、染み込んでも焼くと。ね、めっちゃ美味しい、これが本当に。ご飯食べ終わりました。ごちそうさまです。今からね、髪をやっていきたいと思います。まず前髪は根元を濡らします。本当にざっくりでいいんで、根元をね、こうやって濡らして、ドライヤーで乾かすとあら不思議ストレートみたいな、うん、これはもう毎日の日課。それで根元をめっちゃ濡らします。で、濡らせたらドライヤーで髪を乾かしていきます。見て、めっちゃストレートになったくない？これやばくない？これめっちゃバーコードじゃない？はい、そしたら次アイロンしていきます。温めてる間にアイロンをさっきの乾かし方に説明していくんですけど、私すごい独特な乾かし方をしてて、右に風を当てて、左
左に風を当てて最後ストレートにこう下に風を当てるっていう方法をやってて、理由がなんか右に風左に風していくとなんかこういうね割れ目がなくなるらしいんです、か、ま、かの前髪の。だからやってみたらめっちゃ割れ目が消えて、それからね毎日愛用してます。たまに寝癖とかでさ、なんかこういう日ない、うん、こういう日、そういう時はもう濡らしてこうやってます。よく風を左右なるほどでやって、あ割れ目消えてきたなと思ったら最後こう下に上から下に風を当ててストレートに戻して完成みたいな。はい、素晴らしい素晴らしい、本当皆さんぜひやってみてください。本当に気軽にできるんで誰でもやってみてください。そう、今ね私サロニアのねアイロン使ってるんだけど、このアイロン本当に温まりが早いっていうかめっちゃ早いですね。でもこれはもう普通にストレートでこういっぺんにやります。私はたまにねブロッキングとかねしてる日もあるんだけど、めんどくさいし今日は特にね、うん、めんどくさいなって思う日はもう一発でやります。なんかさ前まで顎ら辺だったのにさもう伸びたよね。うん、これからでもまだ大丈夫、まだ肩についてないぐらいだから、肩についたら結ばないといけないよね高速で。どうなんだろうね、うん、まだちょっといけない。 OK かな今日はもうこれで、うん、まあ、その大した、ね、用事ないし適当で OK 適当で OK の用事まあ OKOK、オッケーです。はい。ちょっとね、前髪にアイロン入れ忘れたんで、このね、すごい年季が入ったアイロンで、ちょっと、さっ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 てやります。前髪はね、熱を加えたらいいぐらいのレベルだと思う、私は。そうで、前髪の巻き方、本当に教えてほしい。流行りのさ、巻き方あるじゃん、なんかこういうやつ。こうなってて毛先だけくるんってなっててこうなってるやつ、あの巻き方教えてほしい。私が巻くとこうなっちゃうの、こうなんかこうなって毛先だけこうなってるのじゃなくていいんだけど、こうなっちゃって本当に誰か本当巻き方教えてほしい。これはもう熱を加えられる OK ぐらいのレベルで、なんかね、あ、こここうしたいなってところがあれば個人でこうやってね、終わりますね。OK ですね、OK です。はい、うん、はい、ということで、着替えました。こんな感じの、今日はロングスカートですね。こんな感じの服装になってます。イエーイ。セラティスのオイルを塗りました。ちょっとごめんなさい、動画回ってなかった。ちょっと汚いですね、この辺アイプチとかが汚いんですけど、やりました。で、ね、今日はあのクラス発表で中学校に行くんですけど、そう行くんですね。だからメイクできないなと思ってすごく残念ですすごく残念です、言っちゃった。で、ですね、あとすることがまだ結構時間があるんですけど、学校行くまでに明日入学式で、その明日の準備私全くしてないので、まず明日の準備するのと、あとちょっと勉強しようかなって思ってます。ね、さっきもスキンケアとかしたので、
OK ですね。から次は勉強と入学式、明日の準備をしていきたいと思います、はい、バイバーイ。座ってない。はい、ということでね、入学式の準備のリュックは、まあ、学校指定のものなので見せられないということで、まあ、やってきました。でね、今からね勉強したいなと思います。そう、予習ってやつですよ、皆さん俗に言う。どこまでやったっけ、この辺までやった。まあ多分これからは喋れなくなるんで、ちょっとはい、やっていきたいと思います。はい、ということでね、勉強も終わったので、ちょっとね春休み最後ということで、ちょっとね今からダラダラしていこうと思います。つまげんだり携帯見たり寝っ転がったりねしていきたいと思います。